博士こんばんは。はい、こんばんちゃちゃん。今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。今回収録させていただくお店、焼肉&薬膳鍋焼肉ちゃんのオーナーの中山大五郎さんです。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。もういきなりあのお店の収録に使わせてもらって、はい、ね、なぜこのお店になったかというと、ちやちゃんが大好きなんです、ここのこちらのお店の薬膳鍋が、ね、気合が入った答えで、はい、ね、どうしても食べたいと。どうしても、ね、今あの YouTube 見てる方分かりますよね。これ2階の小上がり、なんていうのか、中にロフト席、ロフト席、うん、で実は収録をしております。ね、そう、嬉しいですね、それを言っていただくとね。いや、もうほんと美味しいんですよ。もうほんと食べてくださいね。とはいえどんなお店か言わないといけないんで、はい、売りが、焼肉はすごい。でも焼肉も美味しいよね。美味しいですもん。焼肉屋なんですよ、本当は。本当、焼肉屋、はい、で満席にならなくて1年後にこう薬膳鍋を発明したら、うん、これが女性の方にすごくヒットして、うん、なんかあれよあれよで Facebook とかで宣伝していただいたら、なんかすごい人気で、でリピーターさんは両方召し上がられますね。焼肉と鍋を。今日打ち上げは両方予定しております。もともとね、大ちゃん紹介してもらったこの店は、春の愛ちゃんにね、はい、ご飯食べに行こうか言ったら、この店待ってるから来いと言われて、鍋と焼肉が出来上がってたという、ね、そこからね、お付き合いさせてもらって、大変美味しいですよね。はい、でも大ちゃん、もともと、そうそう、ね、俳優15年やったんですよね。イケメンだもんね。いやいやいや、もうつけ麺ぐらいでもう。ちょっと顔似てるかもしれない。ね、もともとずっと俳優15年。そうですね。東京でしょ。東京ですね、はい。で出身がもともと大阪だったんですよ、うん、それで東京で、まあ、お店を本当はやるつもりだったんですけど、うんうん、まあ、なんかいろいろあって、うん、で、まあ、大阪帰ってくることになって、大阪でやれよっていう話で、うん、でそっからですね、うん、でもうピタッともう芸能ももうやめて、まあ、未練もないし、うん、でその培った人脈でこう芸能の方たちがたくさんね来ていただいてるから、サインもね、たくさん、そうそう、壁にね、サインも置いてあるんだけどね、うん、石田康さんとか、ガクトさんが ね、そう思うんですよね、うん、もう結構来ていただいてますよ、うん、ガクトさんってだって、格付けチェックのね、負け知らずででも37年生は、美味しいもしか食べない、そうそう、あ、これはどうだよ、ね、あ、変わっちゃいました、ね、でもあれは、本人が間違えてなかったよね、確かワインもお任せって言われたから、すっごい緊張して、何を出したらいいのかな、確かにな、それ嫌な雰囲気ですねでこの間テレビの番組で、うん、もうお任せでって言ったら、すんごいもう何十万のワイン出してたんですよ、うん、うちそんなワインもないし、もう本当にスタンダードな、うん、もうね、負担のかからないような金額で、うん、出させていただきました、ね、どうなの、本人飲んでちゃんとこう、いやー、まあね、たまたま社長がね、僕友達なんで、うん、まあ、あのね、はい、うん、大丈夫かなと、格付けチェックの時みたいにふっとかから出ないねなんかいやでもすごいよね、ガクトさんね、うん、うん、鈴木亜美ちゃんとか、下のサイン女性版のところはどんな人が入ってるんですか。あのね、矢田亜希子ちゃん、 あとあの浜崎あゆみさんとか、あの甲田久美ちゃんとかはいただけなかったんですけど、あと賀来千香子さんとかね、中村玉子さんとかね、へえ、結構女性の方がね、なんか来ていただいてますね。いや、まあ薬膳スープね、プルプルだもんね、女性と、化粧のノリがね、次の人がやっぱり良くなるし、うん、でデトックスとか、うん、ね、やっぱ利尿作用とかそういうのがあってね、うん、男性は滋養の効果も入れてるんですけど、うん、まあ、なかなかそこをあんまり歌うことがね、うん、やっぱりあんまりできないんですけど、うん、これ大ちゃんが考えついたの、この鍋は。うち、まあ、言えば高級店ですよね、うん、大阪で言えば、うん、でその中で初めは1年間焼肉で満席できなかった時に、うん、まあ、そのアッパー層のお客様たちが、うん、大ちゃんアジアにヒントがあるよっていうことを教えていただいたんですよ、うん、で結構言われる国がもうみんな大概一緒で、うん、で全部回ったりと思ったんですよ、うん、お金はなかったけど、うん、もう結構もう例えば向こうでサウナ泊まったりとか、うん、そういうところで行った時に、あ、美味しくて体にいいものは絶対今後なくならないなと思って、うんうんうん、その中で何しようと思ったら、その焼肉屋がやってるお鍋っていうのは結構もうもつ鍋であったりとか、うんうんうん、ね、辛いお鍋だったりとかしてたんですけど、それはもうその人たちにお任せして薬膳鍋やろうと、うん、で東京では結構流行ってるんですよね、うん、芸能人の方とかモデルさんとかやっぱ上げてるし、六本木とかいくつかありますよね、うんうん、
大阪結構潰れていってたんですよ。ああそうなんだ。でこれかなと思った時に、うんうん、普通薬膳鍋っていうのは鶏で中国から来てるお鍋なんで鶏で出汁を取ってる、うんうん、うちはやっぱお肉にこだわってるんで牛にこだわってるんで、うんうん、その中でやった時に牛骨でやったら臭みもすごく飛んで、うん、薬膳イコール臭いっていうイメージがどうしても女性の方残ってらっしゃって、うんうんうん、その中で発明した時全然臭みもないしすんごい美味しいし、その中でやっぱ効果が出るっていうのもやっぱりあったのか、そっからですね。へね、えこれベースは何が入ってるんですか。なんかいっぱい入ってるんだけど、ね、そうですね、もう牛骨が入ってて、まあ鶏ですね、鶏肉、うんうん、それからホルモン3種類ですね、うんうん、結構うちのやつは朝引きのホルモンなんで新鮮なんで、そこからまたちょっと油の甘みも出てきますんでね、そこからもう海鮮野菜もう何でもですね。でまあうちでもスープを持って帰って、うんうんうん、例えば年末年始とか、うんうん、お盆パン、うんうん、お鍋食べたいじゃないですか、うん、でタラバガニをもうコストコさんで買ってきて、うん、めちゃめちゃうまくて何が美味しいのって言われたらタラバガニめちゃめちゃうまいんですよ、本当に、お店のメニューじゃない、すっごい贅沢ですよ今日食べたいです買ってもらうからコストコ行ってきてそっからですね、それで待望に今回スープ販売してほしいとずっと言われたんですけど、なかなか僕ら個人でやってるんで大量に作るっていうことがなかなかもうトン単位なんで、やっと2年ぐらいかかって美味しくてやっと少量のあれでも作ってもらえるところができて、今パッケージもできて、もう本当にこうオンエアの時にはもう発売されてますね。じゃあお取り寄せできるんだ。できるそうですね、そういう形。これそのこっちでやってる100年の鍋という名前で売りに出すの。そうです。これはそのなんて主婦登録取ってる名前取ってます、はい、それも10年後100年後でもなくならないかなと思った時に、うんうん、100年の鍋、あ面白いかな、ねえ、それ中身もでもすごいよね、いろんなキノコがあって、ブナ、しめじ、しめじ、えのき、薄揚げ、あと薄揚げ、薄揚げね、それからてっちゃんも、みのさんだ、かせんも入る、千万八の巣もある、すごいな、ね、えでも値段安いよね。そうね、やっぱり大阪なんでね、コースで、いくら5000円、コースは4000円、4000円、はい、まあ、4名様以上になりますけど、すごいお得ですよね。単1人前だと豚ロース付き2500円、チャーミントンの肩ロースが付きます。へえ、まあ、正直ねここでしたかったけど教えるとまた来るから嫌だなって予約取れなくなるしなという気も実感あるのはあったんだけどどうしても食べたからね、もうちあちゃんの強い要求によりまたスープも送らせていただきます。へえ、ぜひお好みの具材を入れてこれに合うなと。でもお肉もすごいね、新鮮な美味しいお肉で、あのどういうルートでやっぱし、僕弟とやってるんですけど、うんうん、その料理長がずっと精肉屋さんで田島牛っていう、もう本当に一流ブランドのお肉を扱ってたんですよ、うん、だからお肉はもう間違いなくもう本当にプロフェッショナルなんで、まあ、あえて言えば僕の方は口だけで芸能しか知らなかったですからでも芸能を辞めてからやっぱりそのサービス業を学ぶ上で、本当に東京のリッツカールトンさんとか、銀座の焼肉店とかでちょっと勉強させていただきましたからね。へえ、お店自体は何年目なんですか。6年目です。6年目、はい、いい場所ですよね。なんてこれなんていうっていうの、そこの川って何川でしたっけ。道頓堀、ね、道頓堀が日本を面してて、面してますけど、まあ、景色は見えないし、うん、でもすぐ店から出たらね、川沿い、道頓堀川沿いのリバーウォークでしたっけ、はい、そうですね、あそこがあって、はい、ね、すごいおしゃれな場所ですよね、この辺、うん、まあ穴場ですね。穴場です。南堀江なんですか、これ。え、南堀江。いや、ここは、ね、幸い町という幸せな町で書くんですけど。ああ、そうなんだ。川、道頓堀の向こうまでが南堀江。南堀江、はい、そうですね。いや、こんな町中にっていう感じの場所ですよね。もう帰る時とかね、こうおしゃれな道があるんでね、それ通ってラブホテルもすぐいっぱいあります。ぜひって違うから。へそっか、でも俳優さん辞めてって勇気いるよね。いや、ね、やっぱよくそれ言われるんですけど、もう結構15年ってすごい長いじゃないですか。すごい、うん、それでキャリアがね、すごい15年のキャリアが、そうそうそう、
たくさん本当出演させていただきましたけど、なんか例えば自分でこれは良かったなと、そうですね、座頭市ってあのたけしさんの監督の作品をオーディションで選ばれたんですよ、うんうんうん、それはやっぱりあのみんなにこう通じる作品だったし、うん、あとあのブスの瞳に恋してるっていう、うん、あの関西テレビさんのドラマなんですけど、うん、もうエビちゃんが全盛期の時で、うん、本当の全盛期の時に僕マネージャー役をやらせていただいたんですよ、うん、で必ず隣にいるじゃないですか、うん、でみんな見てる番組だったんですよ、うんうん、まあその時はね、うん、大五郎よかったなじゃないんですよね、うん、エビちゃんかわいい、エビちゃんかわいいってそれしか言わないんだけど、いやあのねエビちゃんかわいいなんかいい匂いまでしましたね、あーそう、うん、ちょっと反応しすぎ、うん、いい匂いしそうでもあとあの佐藤浩市さん の, あのトヨタのマーク X の CM を出させていただいたんですけど、うんうん、それもやっぱりしょっちゅう流れてたんで反響良かったですね、でその時もあんまりみんな僕のこと見てなかったんで、浩市、うん、さんばっかり見てたんで、佐藤浩市さんかっこいい、かっこいいですね、半端ないですね、その CM の撮影の時もやっぱりいろんな何カメもあるじゃないですか、うん、やっぱすごくこの仕切りとこの何ていうんですか、このスイッチの入り方、うんうん、ちょっともう宇宙人的な、すごいな、やっぱね、サラブレッドじゃないですか、それっていまだにスターじゃないですか、もうちょっとね太刀打ちできないですね、実はね、お寿司屋さんで会ったことあるの、プライベートで佐藤さん食べてるんで、普通にお寿司屋に食べても佐藤浩市だったね、佐藤浩市が食べてるって感じで、どっかにテレビあるんじゃないかみたいな雰囲気だと思うな、かっこいいですね、すごいな、ああいう一流の俳優さんってすごいね、皆さんすごいですね、松方弘樹さんと共演させていただいたことがあったんですね、うんうんうん、でそれがまあ言えばヤクザモン的なその映画だったんですけど、二、うんうん、人のシーンがあったんですよ、うんうん、で二人のシーンでこうカメラがみんな向こうあるじゃないですか、うんうん、僕らがこっちでカメラは僕の方を撮ってる、うんうん、松方さん背中越しだったんですよ、うんうん、その時に一生懸命僕芝居してるんですけどね、うん、松方さんが終わった後ね、こっちにカメラあって大五郎肩にこう手当てて、ね、大五郎、うん、俺には伝わるねん、お前の熱さ、お前の芝居だけどな、カメラの向こうの人に伝わるように芝居はするんやって、結局その15年の時に、ね、自分の主観ばっかりだったんですよ、お店をやりだしてやっぱすごい客観的にすごく見れるようになりましたし、昨日たまたま福山雅治さんも、うん、テレビでたまたま僕見たんですけど、うん、やっぱ言われてましたね、自分の長所短所どちらかわからないけど、うん、俺はいつも客観的に見てると、だから今があるんじゃないのかなっていうことを言われてたんですけど、やっぱその客観的に見るっていうのがね、やっぱ俳優やってたらなかなか結構難しくてね、どうやったらかっこよく映るのかなとか、ね、どうでもええようなことばっかりね、なんかねあれだったんですよね、でお店立ってる時はやっぱりすごく客観的にこう見るようにできるようになりましたね、でもたくさん学んだことが、やっぱ人がなかなか芸能界ってね、入りたくても入れないじゃないですか、ましてやり続けるってすごく大変なことだし、それで15年もやらせていただいたんで、なんか今今で本当に毎日もう劇場だと思って、本当に毎日そのお客さんも変わるじゃないですか、スタッフも変わるし、その中でやっぱ今日は誰が来てくれんのやろとかいう楽しみもあるし、この6年間での人脈、これは相当大きな人脈だし、お店って結構面白いですよ、儲からないんですけどねその儲からないで困るから、もうそろそろ時間になって、ぜひお店の場所をね、お店ちゃんと大ちゃんが説明してもらって、売りと、はい、コマーシャルタイムを、はい、で今、はい、あのナンバー8っていうすぐそこにライブハウスが、うん、大きな会場があるんですけども、そこから歩いても2分ぐらいで、なんばの駅ですね、なんばの駅の C26 番出口っていうのがありますんで、そこからも歩いて5分なんで、もし何か分からなければいつでも焼肉ちゃんで探していただいて電話していただければ、まあ、じゃあ何を食べればいいですか、やっぱり3名様4名様以上で来ていただいて、焼肉と薬膳鍋両方お召し上がりいただけたら、やっぱそのいいとこ取りができるかなと、両方がセットになってるのはないの、ないですね、じゃあ人数多くして両方食べなきゃね、そうですね、さっき焼肉していただいてからお鍋っていうのがまあ、ね、同時でやるとどうしてもこれ不思議なもんで焼肉にみんな行くんですよ、へえ、
鍋って結構ゆっくり食べれるじゃないですか、焼き肉ってわこれめっちゃ美味しそうやなってやっぱもうみんな見っちゃうんですよね、不思議と。ということでね、ぜひ皆さん早く食べたい、早く食べたい早く終わって打ち上げをすみません、ありがとうございました。